よいしょ。闇のゲーム。うわ、なんだ。なんだ。出てくる。ありがとう。ありがとう。うわ、怖っ。これまだ見ちゃダメ系ですよね。あ、見ていい見ていい。それ何も書いてない。俺は白紙だ。ああ、ここに書くのか。なんかすでに書かれてるかと思ってた。はい。あざす。うわ、何なんだろう。今年の抱負ですか。そうです。はい、ちょっと今更ではあるんですが、SNS で、はい、恋愛勉強書っていうのが流行ってまして、はい、それをやったことある？ない。あります。あ、ピーさんある。あります。見たことはある。見たことある。私結局やってない。なんか動画でやるかなと思ったからやってない。まだ。ピーさんやった。あ、いや、やってないで。本当に？本当かい？やってない。え、無理だけでいいですよ。いや、本当はやったことはある。そしたら、グッピーさんやめとく？いや、わかんない。私どういうものかわかんないんだよね、あんまり。まあ、1回やってもらおう。どうなるんだろう。グッピーさんは2回目やってもらおう。はい、はい。で、そのまあ、恋愛免許証っていうのがあるんですけども、それをね、みんなに免許証を発行してもらおうと思っていて、で、今からまずそれをやる前に、自分のそのタイプを予想してもらいます。で、項目がいくつかあって、まず好きなタイプ、嫌いなタイプ、で、なんか自分の特性、うんうん、例えばその豆とか、コミュ力の神みたいな、うんうん、とか、あとキャッチフレーズ、なんか例えば情けない男とか、うんうん、浮気症とか、うん、そういうのとか。浮気症ですか？待って、語弊がある。で、最後に何かに自分を例えると、うん、例えばその動物で例えるとハムスターとか、うん、果物で例えるとイチゴとか、なんでもいいです。っていうのをじゃあ予想してみてください。うんうんうん、それを書いて。なるほど。5つ。同じところに書いちゃっていいの？あ、いいよ。でもページ変えてもいいし。これキャッチフレーズで合ってるのかな？嫌い？嫌いってこれ男ってことだよね。その付き合いたくないってことだよね。その人間としてっていうか、うん、そのこういう男の人とは別に友達になれるけど付き合いたくないみたいな感じ。まあ恋愛の人だもんね。そうですね。OK ですか？かな、はい、はい、じゃあ、どうする？じゃあ、りっちゃん書いて全部言うの？1個ずつ、はい、じゃあ、まず好きなタイプオープン、はい、はい、ババン。私、めっちゃ言ってるからな。めっちゃ多いな。ああ、まあ確かに。じゃあ、りっちゃんから。背が高い、スタイルがいい、おしゃれ、優しい、テンションが高すぎない。ああ、確かにね。これ結構言ってるよね、私も何回も、うん、そうやね。鼻が高いはいいの？まあ、別にそんなの感じ。あ、こっちの方が。それ初めて聞いた。これの方が大事って感じ。なるほどね。はいはい。で、グッピーさん？僕は元気な人と、うん、やってみよう精神な人。私じゃん。お、うん、私じゃん。パーン、パーン、パーン、パーン。いや、ごめんなさい。すみません。ごめんなさい。あ、でもそう、僕はちょっとりっちゃんの背が高いに当てはまってないから。ごめんなさい。そう、当てはまってない。あ、でも他はまあまあ、でも確かに。でも、スタイル良くないから。あ、そうか。でも、あ、そういえば確かに。おしゃれでもないし。確かに確かに。そのりっちゃんからの矢印はなくても、グッピンさんからの矢印は寵愛は受けるかもしれない。でも確かに、でも実際グッピンさんこの4つは結構当てはまると思います。ほんまに？うん。あ、それ嬉しいね。けど、私これがマジで大事なんで。そうやね。第一優先がそうなんですよ。本当に申し訳ないんですけど。あ、すみませんでした。いや、じゃあ次。優しい人と、可愛い人、うん、で一緒にいて楽しい人かなっていう感じ。一緒の章の字が違う。あ、これ糸やで。糸編やから。糸編か。あ、すいませんでした。糸編です。可愛い。可愛い。え、でもこういう感じはありますよね。可愛い人。それはモロモロのモロ。モロモロのモロ。一モロにいて楽しい。一モロ。一モロですね。なるほどなるほど。はい。はい。じゃ次、嫌いなタイプ。はい。ガダス。私の夢をバカにする人、うんうん、話が続かない人、うん、潔癖すぎる人、うんうん、嘘をつく人、うん、太りすぎてたりガリガリすぎる人。はいはいはい。なるほど。スタイルがいいの、これ逆になっちゃってるね。そうだね、なるほどね。はいはい、確かに。グッピーさんは？僕は愚痴が多い。はい、あー、女の人でも愚痴多い人多いですけどね。あ、確かに、なんかね、その愚痴の言い方かな。あー、ニュークマンスが、別に愚痴は多くてもいいと思うよ、うん、多くてもいいんやけど、そのなんか言い方とか、うん、
その誰、その誰かに対しての愚痴だったりとか、そう、人に対しての愚痴、愚痴だったりとか、上司がとか、まあなんかそれは全然いい、あ、いいんだ、あ、うん、ただなんかその知ってる人に対しての愚痴とか、うん、あいつほんまマジでうざいわとか、うん、ちょっとお前殺したのかとか、あまあそれぐらいのあれだったらちょっと、はいはい、ちょっと言い過ぎやで、あ、なるほど、ただほんまあの上司がちょっとすごい近いとか、うん、とかそんなんやったらちょっとなんか相談もおるし、うん、とか、ああ、そういうこと、そう、なんかニュアンスによる難しいんだけど、そうですね、確かに、うん、その下は何を書こうとしたんですか、ね、これ本当は闇に包まれてます、口が悪いって言ってるんだぜ、いや、あのね、なんとかが悪い、でも2個消してる、そう、あのね、あんまりこう、なんやろ、こうボンボンって損劇が多いからさ、あんまり書きたくなかったんやけど、うん、その演技が上手い人、あー、嫌いなの、そう、だから、嘘つくのが上手いってこと、そう、嘘だ、嘘つくのが上手い、そういう意味だから、そう、演技が上手いとかじゃなく、うん、騙されたくない精神ですか、それは、はいはいはい、なんやろ、その信じられへんから、わかります、え、例えばじゃあ演技が下手くそですぐ嘘って分かるけど嘘ついてくる人いいんですか、それはもう分かるから、いや、それ嘘やんって、え、でも、いや、違うよって言ったら、え、でも、なんかその嘘ついてる事実はあるわけじゃないですか、うん、え、私もそもそも嘘ついてるのが嫌なんですけど、ああ、なるほどね、え、そうそうそう、はいはいはい、まあ、まあ、どっちもあれだね、まあ、どっちもあれだね、うん、そう、なんで嘘つくん、おこって感じ、ああ、まあ確かにそれもある、嘘つきは嫌いってことですよね、いや、まあでも自分も嘘つくから、うん、なんかいい嘘と悪い嘘とあるから、へー、まあ、物によるって感じ、物による、何の嘘つくんだ、うん、怪しいですね、ごめんなさい、グッピーさんの闇を暴いてしまって、はいはい、じゃあ、次行きましょうか、次は、ちょいちょいよ、もう、はい、まあ、もうね、紹介するまでもないかもしれないですけども、うん、まあ、1個しかないんですけどね、僕はね、私じゃん、え、私じゃん、怖くないよ、あ、まあまあ、ちょっと怖いとこもあるかもしれないけどもみたいな、怖い人、まあ、なんかそう、例えば、まあ、例題で言うと、グッピーさんみたいな、怖いの、え、怖い、嘘です、冗談です、冗談かい、なんか怒られて怖いのはまだ大丈夫なんですよ。なんか、なんだろう、だから例えば誰かにこうめっちゃ嘘ついてめっちゃやってきたとか言ってウケるとか言ってたら自分にもやられるんじゃないかみたいな、あ、でもそういうんじゃなく、なんか、あ、な、怖みたいな、なんか多分口調、喋り口調とかかもしれないですね、喋り口調と か, なんか性格なんかわかんないですけど、なんかパンと思った時にあ、怖って思うのが嫌だなっていう、なるほどなるほどなるほど、はい、感じです、はい、じゃあ次、自分の特性、じゃじゃーん、めんどくさがり、元気、ポジティブ、スタイルがいい感じ、頭がいい、そこまで出んのかな、そなるほどね、最初からもん、はいはい、なるほどね、スタイルがいいじゃなくて、いい感じだから、でも確かに、うちの嫁もりっちゃんのスタイルはすごいいいって、うん、なんか、なんかモデル体型とかじゃないけど、うん、なんかよく女子にいいなみたいな言われる、うんうん、素晴らしいですよ、りっちゃんのスタイルは、うん、いい感じっていう、いい感じ、うん、わかる、すごい、うん、理想の体型だけどね、でもきっと、ありがとうございます、はい、いい感じです、はい、おどもす、あ、わしね、はい、家庭的、豆、絡みにくい、綺麗好き、あー、家庭的、うん、自分のどの辺が家庭的だと本当に家庭的ですか、ほんまに家庭的だと思っております、なんかちょっと僕結構一緒にいるんですけど、うん、本当に家庭的かなって思う時結構あるんですよ、例えば、例えばさて始めようか、ま、一瞬で肩がつくだろうがな、ぶっ飛ばしてやる、あるの、これほんま意地悪ですよ、あるのないのに、パンとは言えないけど、だからないよ、ほら土曜日に家に行った時は、うん、確かに家庭的かなとは思った、ほら、ね、そうっていう感じですね、うん、なんかでもグッピーさんすごいその奥さんのこともその子供のこともすごい愛してるイメージだけどね、あ、そうなんですよ、ね、はい、家にいる時はもうすごいもうパパ、あるザパパそうなんですよ、なるほど、なるほど、ジリオケイさんは、僕はですね、かまあ、自分なんで、まあ、滑舌が悪い、うん、それただ何て言ってるか分かんないんだよね、まあ、挨拶すら何て言ってるか分かんないんだよ、ラリルレって言ってるんですけど、まあ、滑舌が悪いのと、あとはまあ多分優しいかもみたいな、優しいかも、かもです、いや、かもです、かもですよ、 100% 僕は優しいですとはなんないですけど、うん、かもです、なんか自分に、これ女性の意見聞いてるからね、普通は、やっぱ長年の付き合いのりっちゃんから聞いた、いや、普通、普通、まあ、じゃあここじゃあ訂正しますね、普通何がえ、なんか特別、え、なんかヨッチの方が優しい気がする、あー、そうやね、そうなると
なんだってこれなんか私のことほうれい線、あーでもそこよっちとかなんか違う、なんか言い方なんだろう、自分の特性で、自分の特性っていうか、なんか結構言われるんですよね、優しいよね、なんか優しいよねって言われがち、あの、他に、あの、あ、なんでもないですよ、他に言うことがないとか、そういうことない、あ、まあそれもあるかもしれないですけど、喧嘩しない、喧嘩しない、ごめんごめんごめん、かも、かも、優しいかも、確かに優しいかも、かも、優しくはないかもっていう、どっちやねん、優しいかもね、でも優しくなくはない、本当に優しくなくない、優しくはない、まあ普通よりは上だと思う、あ、普通、あ、ありがとう、優しいかも、優しいかも、かもです、はい、次は結構寝るっていう、あ、僕土日は大体お昼ぐらいまで寝てるんですけど結構寝るなっていう、はい、じゃあ次キャッチフレーズ、はい、じゃあこれババンって一人でやっていく、一人でいこう、じゃあいきます、じゃじゃん、抹茶の天使、おお、天使なんですよ、やっぱり私は、その心癒し、癒し、うん、私本当そのなんかその好きな人、うん、好きな人っていうか、まあ付き合ったらかな、うん、付き合ったらもうめっちゃもう大好きだし、うん、もういやーって感じだから、うん、多分癒しになってるはず、うんうん、だけどやっぱこうしっかりしてるところもあったり、うん、その男の人でも引っ張る時もあるから、うん、マッチョ、なるほど、なるほどね、これが来るといいね、このままね、あるの、あるの、こんなの、わかんないけど、はい、次、ギュピーさん、はい、優しいけど頼れない男、なるほど、はい、じゃあ次、りょうき、はい、大丈夫ですか、解説大丈夫ですか、はい、僕、こちらです、ババーン、なんだっけ、ガリガリふにゃふにゃ男ですね、まあ、これ、まあ、よく言われがちですね、これね、はい、なるほど、まあ、体型もガリガリ、うん、ふにゃふにゃ、うん、男って感じです、はい、それそのまんま、まんまの、まんまの、さあ、グッピーさんは、なんとなく、そうかなとも思うけど、そうかもとも思う、うん、そうやろ、そんな感じするじゃん、そうそう、俺多分客観的に見たらこうなんよ、うん、自分自身も気づいてるんですね、そこは、うん、なんかね、俺多分優しいっていうのはみんな周知あると思うけど、うん、なんやろ、こう男として頼れるかなって言われたら、うーんって感じやろ、あ、だから、うん、来いやみたいなのはないないから、あ、うん、それで行こうみたいな、行こうみたいな、うん、中性的な感じ、あー、確かに確かに、まあ、こういうことかなっていう、はいはい、なるほどね、はい、はい、じゃあ最後ですね、何かに例えると、はい、じゃあいきます、はい、私から、はい、こちら、魚介類に例えるとウニ、あ、なぜ、なぜだからこう私って多分見た目多分普通の人から見たら多分結構なんていうの、こうめっちゃ恋愛キュンキュンっていうよりかはこうツンツンしてるっていうか、あー、なるほどね、別に恋愛なんかそのあんまデレデレしないじゃないですか、うん、あの男の人に、確かに、あんまり、まあ、あんま見えへんよね、そう、なんか、うん、だからツンツンしてるっていうか、まあそのサバサバしてるっていうのかな、わかんないけど、うん、結構まあ普通にこう男の人とあんまこうデレって感じじゃない、うん、いやでも実は中身はあのこうウニのようにとろけるようなこう男の子を持ってるっていう、ギャップも、そうギャップみたいな感じをその表現したかった、いいね、表はツンツン中はツンツンみたいな、すごいと思う、すごい、表現してました、なるほど、素晴らしいですね、はい、グッピーさん、カロリーメイト、おお、その心は、食べたいけど、うん、食べたらあ、なんかめんどくさいなみたいな、この口が、やだやだやだ、口が、やだ、じゃあめんどくさいよと思ったの、いや、めんどくさいというか、うん、なんかそのあ、水も欲しいなみたいな、多分めんどくさいかもしれない、俺、あ、へぇ、優しいけどね、ちょっと細かいこと気にしたりしますか、あー、いや、あんまない、あれじゃ、どういうとこがめんどくさいですか、そのまあ、めんどくさいというか、なんやろ、その俺やりたいこと結構やりたいってなるから、うん、そのあんまりこう家庭的な部分はあるけどもほったらかしな部分もあるから、家庭的じゃないですね、それは、まあそうやねんけども、そう、ちょっと難しい、あー、なるほどね、難しいんやけど、はいはい、うん、はい、まあ、次のシーンで大丈夫です、まあ、こちらですね、ババン、猫ですね、寝るでしょ、絶対寝る、はい、寝るで、そうです、寝てだからもうなんか結構こうふにゃーってなるんで、うん、でそのなんか寝る、ふーん、なんか暇さえあれば寝るみたいな感じなんで、猫もなんかどちらかといえば暇さえあれば寝るって感じじゃないですか、だからまあ猫かなっていう、まあ、僕自身猫も好きっていうのもあるんですけど、まあなんか猫になれたらいいなみたいな思われますね、うん、でもなんかいろんなのが詰まってる、なるといいね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこれを今から携帯で診断してもらいます、はい、なるほど、おい、それでちょっとこれこ答えって言ってほしい、あ、答えとかあるんですね、性格免許証でやらないように気をつけてね、うん、はい、これ多分大丈夫なんですか、あ、大丈夫、今度やっていきましょうか、はいはい、はい、
出ました、好きなタイプ、無邪気な人、彼女の手料理、猫顔、素朴な人、女子アナ。猫顔絶対好きですよね。あーでも確かに私は好き、猫顔。猫顔は、はい、もう女の子大好き。ちょっとなんか目つり上がってる感じ。まあなんかそちょっと猫目とか、猫目とか猫顔ですもんね、そうですね。でも確かに好きになる人結構猫顔多いかもですよね、で嫌いな人、生意気な女、よく喋る女、束縛する女。そんなことないけど。いや、生意気な女と。生意気な女か、どんな女、生意気な女って。わかんない、なんかグッピー私がやってあげるよみたいな感じですかね。生意気やな。生意気か、生意気やなこいつみたいな。どうなんだろう、どうなグッピーそれでいいのみたいな感じじゃないですか。あー、なんか生意気な女の人ってあんま見たことないからイメージ湧きにくいよな。そんなんでいいのみたいな感じですか。難しい、生意気って難しいよ、イメージしにくいよな。で、認定された特性、欠点少ない。そんなことはない。おお。欠点多いよ。あと、結婚向き、うん、褒め上手、あ、束縛される。束縛されるのに、束縛する女の人は嫌い。嫌いよね。で、天使の笑顔、おお。が好き。え、俺の特性。特性か。なんか、サイコパスキラーサイコパスの笑顔。鬼コミュ力、そんなことはないでしょ。コミュ力高い方ではない。あと一途、家庭的、長続きする。確かに楽観的。あ、この辺ちょっと合ってるかもね。で、虫で例えるとカブトムシやって。そんななんかうんって感じでしょ。カブトムシってうんって感じやん。どっちかというとエッチなのはカブトムシな気がする。まあ、カブトムシ確かにな。グッピーさんカブトムシよりクワガタっぽいですけどね。ああそうなんや。なんかだからクワガタは俺レイ君とか。ああ、どこが、ね、クールやんクワガタって。ああ、そうだからレイ君はクワガタ。クワガタかな。じゃあタイガ君はカブトムシ。カブトムシみたいな。確かにわかるわ。そうそうわかる。え、そうなんかタイガ君はタヌキ。虫から離れな。レイ君はキツネっぽいですけどね。あーまあ確かに、ね、確かにキツネやね。グッピンさんは猫っぽいですよね。なんかあ、俺あ、そうなんや。あ、違う違う、あれだ、ヒョウだ、ヒョウっぽい。ヒョウ、マジで。俺がヒョウ、ほんまに。顔が、顔が、いや、それ初めて言われた。なんかなんとなく、でもなんか犬系男子と猫系男子っておるやん。俺確かなんか猫系って言われたのか、猫系って言われた気がする。でも学生の時は犬系やった。尻尾出た。尻尾出た。なんで何がどうかって変わったんですか。やっぱ年食ったらそうなるよな。多分なっちゃんもその犬系女子かってやったかもしれんけど、だからだんだんこう恋愛重ねていって余裕が出てきて猫系女子になるみたいな、性格が。私は好きな人にはもうずっと犬です。あ、ほんまに。嘘。何やこれ。でも私猫かもしれんな。私結構自由だよ。あのね、あの結構その例えば彼氏がいたとして、例えばじゃあそうでも彼氏で、私だったら好きな人がめっちゃ好きになるから、なんだけど例えば俺どこどこ行きたいんだよねって言った時に、私興味ないって結構言っちゃう。もちろん行く時もあるけど、普通にはっきり、私興味ないから誰かと行ってきていいよ。あ、結構自分の意見をはっきり言っちゃうっていうか。でもあれじゃん、こう自分からわーっていくじゃん。はやる。それが犬。そうでもされんの嫌だ、あんまり。なんかそんなされたらなんか、まあ、確かに。そうだから多分猫っぽいから行きたい時に行くみたいな。確かに。そう行きたいって。ほら猫もさ、すごいスルスルしてくる時もあるし、なんかピッて行っちゃう時もあるみたいな。確かにね。そうなんか、そうされたら嫌よ、自分が。自分はしたいんだけど。そう聞くと猫っぽいわな。猫かも、なっちゃんは猫系なんや。いやでも私どうだろう。でも面倒くさい男の人は嫌やろ。まあそうですね。なっちゃんちょっとバーって家帰ってきてさ、ベタベタされたらさ、いや。どうしたって。どうしたって。そう、なかったって。どうしたってやってあげろ。いや違う、こうやって正座して。どうした？どうした？真顔で。
なんか、つってきたらどうするの？どうしたって、ちょっとやめて。やめて、あね、常にベタベタちょっと。ああ、程よく。お互い同じ距離感がいい。ああ。難しい、難しい。追いかけっこですね、だからきっと。追いかけっこ。追いかけっこ。ブーンって。なっちゃんね、危険な恋したり。したくない。したくない。私本当穏やかな安定しか求めてないと思います。うん、あ、そうなんや。うん。じゃあ、すごい真面目で、うん、まあちょっと一見つまらなさそうな男性がいいのか、うんうん、ちょっと危険な香り漂う男の人、うん、どっちがいいですか。真面目な人。あ、世間でやると、なんかこの人ほんま一緒になって面白いよ。来た、来た、来た。あ、そうなんだ。あ、来た。あれ来た？行っちゃっていい？うん。来ました。え、な、え、何から行く？好きかな？いい？うん。順番に。好き。連絡がつく人。居酒屋デート。束縛しない人。まったり過ごす。おぉ。ああ、まあ確かに。合ってんね。まあ合ってるわ。私結構連絡はしたい。うん。で、居酒屋デートめっちゃ好き。束縛しない人好き。うん。まったり過ごす。まあ。悪くない。うん。どっちでもいい。まったりもしたいし、うん、活発にもしたい。ああ。で、嫌い。束縛する男。ゲーマー。オタ。女好き。デブ症。不縁。貧乏。貧乏。あー。ちょっと当たっ2個前なんて言った？ゲーマー。2個前。後ろから2個前。復縁。復縁か。復縁は、確かにでも私、復縁とかは、なんかあんまりなんか、なんか、なんていうの、別に、嫌いじゃなくて別れて、うん、あ、例えば元彼、元彼、前の彼氏とかは、多分、今、また、付き合おうってなったら、うまくいくと思うけど、別になんか復縁したいと思わない。なんて言うんだろう。なんか意味ないっていうか、もう一回付き合ったから、もういっかな、みたいな。だったら次の人、ね、なんだろうね、なんか、確かに。でも、女好きは、微妙かも。結構女好きな人だったかな、元カレとか。うん。から、それだけ違うかも。で、女好きの人にやっぱ私、なんだよ、そもそもあんまモテないから、うん、女好きの人ぐらいしか私のことをそもそも見てくれないみたいな。あー、そうっていうのがあるのかもしれない。わかんない。どうだろう。はい、そしてなんか、キャッチフレーズかな。明るく賢く善良だが、モテには至らず。確かに。え、確かにじゃない？明るく賢く、まあ、善良までいかないけど、確かにモテはしないもんね、私ね。変わってからね。いやでもモテてないかって言われたら微妙なとこだと思うよ、実際。そう、モテてはいねモテてはいなくない。でも、いや、多分ね、もしかしたら多分ね、私王道じゃないんだよね。そう、だからりっちゃんがこう理想とする男性がおるけども、うん、そのほんまにりっちゃんを好いてくれる人に気づいてないだけ説明、うん、いや、そう、それはない。それはない。そう、私すぐ気づくから。勘がいいから、察しがいいから。あ、分かっちゃうから。でもその人が全然自分のタイプじゃないっていうので、うん、こうもうフィルターかけてる人を見ないようにしてるみたいな。いや、すぐ分かる。すぐ分かるっていうか、だって私は結構やっぱね、モテないから、人が好きになったら分かる、うん、そう、あ、そうじゃあもし俺がここでほんまにガチでりっちゃんのこと好きって言ったら、うん、ほんまにってなるやろ。まあ気づいてたみたいなってこと。そう、気づいてなかったやろ。いや、気づいてないけど、だってそうじゃないじゃないですか。でもまあ、そうやけど。そうじゃないですか。でも、ほんまに好きってなるかもしれないんだよ、こうやって。いや、それやないよって言っても、いや、ほんまに。小学生の時ぐらい。それあったの。あ、え、マジみたいな。小学生の時ぐらい。なんか、そう、だから私、王道じゃないですよ。あ、普通ではないですよね。まあ、確かに普通ではないかもしれないけど。だからその、王道じゃない。うん。感じ。なんか、そう自分の意見が結構はっきりしちゃってる感じ。あー、ただあんまね。で、なんだ。え、認定された特性。うん。鬼コミュ力。うん。愛され、うん、ねだり上手、うん、肝が据わる、キスマ、家庭的、思いやる心、恋大きい女、欠点少ない、心を癒す、褒め上手、お下品。でも結構合ってるね。結構合ってるね。結構合ってるかもしれない。面白いね。結構いいかもしれない。え、なんだろう、ないとしたら思いやる心、私あるかな。どうだろう、あんまないかもしれない。褒め上手もあんまないかもな。あんまりお世辞が言えないから。そう、正直な。別にけなす、仲いい子はけなしたりするけど、うん、
あの、なんかなんていうの、何にも言わない。例えばなんかみんながすごい髪型可愛いって言ったりするとするじゃん、女の子に。普通だなと思ったら何も言わない。ああ。そう、合わせないというか、あそう、言えない。はいはいはい。嘘が言えないってことですか。そうそうそう、嘘が言えない。嘘が言えない。そう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 、なんか思ってないこと言えないみたいな。例えばなんか可愛くないけど、うん、可愛いって言えないってことですよね。そう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 、言えない。無言になる。うん、さすがに可愛くないよとかは言わないけど、バーの雰囲気を壊すからね。で、動物で例えるとアシカ。アシカ？わからんわからんわからん。アシカ？アシカ。アシカってなんだっけ？あのアシカショーのアシカでしょ。アシカショー？おアシカ？海のやつ。イルカみたいなやつですか？イルカみたい、まあ、なんか、うん、オットセイみたいな。あー、はいはいはい。あんな感じのゲー出した？まあ確かに、まあ、何でもできるっちゃできるけど、でも例えがさっきは分かりにくいよ。うん、確かにね。なるほど、でも結構合ってるかも。そうね、結構合ってる、結構合ってる、うん、出ました、はい、いいですか、診断結果ボタン押します。下下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 下、そっち行った、下下、はい、そこれ、あ、この免許証を読めば、うん、はちょっと待って、分かんない。ああ、これでいいんか。あ、いいですか。ちょっと待って、なんか違うやつやってる、画面が違う、性格診断やってる。これ多分性格診断っぽいですね。ちょっとなっちゃん、これちょっと見てください。あ、え、何それ、え、何これ、あ、モテモテ、モテ、これ何、これ免許証、こんなん、え、何これ、こんなんじゃないよな。モテ、これモテ免許証じゃない、ハニホーじゃないんじゃない、モテ免許証、ハニホーって書いてありましたよ。モテ免許証だ。おい、あ、違う、恋愛免許証って言ったやろ。じゃあまあ、余計さんにはこの持って免許証やってもらいましょう。あ、すいません。項目一緒っぽいから。なんだ、読んでください、上から。この免許証の名前を読むんですよね。モテ。うん。主婦。婦女子。猫。おばあさん。にモテるってことか。おたさの姫。おたさの姫。不安定な人。にモテるってこと。にモテる。にモテる。へぇー。すごい。なんか結構あれだね。幅広い。幅広い。幅広いし、結構癖が強い。うん。おたさの姫はなんか分かる気がする。うん、あ、ほんとですか。オタクってことですか、おたさ。じゃあ、おたさの姫だから、オタクばっかりのそのサークルの中に、うん、女、あの、そう、女の子なんだけど、うん、その子めっちゃ、そのおたさの中でめちゃくちゃモテるし、うんうんうん、可愛いんだけど、別に世間一般で見たら普通の子ってこと、にモテるってことですよね。あー、で、ひモテ、これ何分でしたっけ。純情な女、純情な女、綺麗な人、年下、精神が不安定な人、え、精神が安定した、あ、精神が安定した人、高学歴女。あれだね、やっぱ癖が強い人にモテるってことかな。そうかな、むちゃくちゃ。そうだね、可愛い人はちょっと無理かもしれない、ね、なんかほんまに普通な人にはモテないモテない、そういうことですね。おばあさん、いや、確かおばあさんにモテそう、可愛がられそう、そう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 、おばあさんに、うん、それはもうすごいわかるわ。チャンスが少なく出ても貧だ、貧だ、うんですね。貧だって何、なんか多分弱いってことですね。で、出ても弱い、貧、そう、貧相な貧相な貧に打撃の打、そういうことか、そういうことか。そうで、認定された特性、決定力不足。ギャップあり、確かに。精神が安定、チャンス少ない。お金に苦労、重さなし。女受け弱め、弱めじゃない、女受け悪め、悪め。感情豊かですね。やばいやばいやばい、感情豊かでよかった、よかったよかった、確かに精神も安定してるんだよね、確かに。で、このモテ期予想っていうのがあって、うん、うん、25から 50% ぐらいまで来た。やばー、すごい、はい、50% ってすごいの、それは。で、で、30に行くにつれて落ちてる、うんうん、え、徐々に上がってる。え、いや、あ、いや、25が一番上だね。そう、一番上で、あ、でも35、40が一番じゃん、すごい。で、年じゃ、これからじゃん、これからですね、これからじゃん、30、40だよ。 で、おばあちゃんと、うん、そう、っていうことやね。30代、40代になった時におばあちゃんと、なんじゃない、あー、なるほど、ね、あ、なるほど、じゃあ僕がじゃあおばあちゃんと付き合った方がいいってことですかね。そうそういうことですか。年上、年上、30代、40代の時の年上ってもうほら、おばあちゃんに付き合う、おばあ、確かに確かにね、ちょっとだね。何歳に付き合うかによるね。まあまあ、そうですね、まあ、見たい感じですね。なるほどね、はい、なるほど、こういう感じでした、はいはい、はい、結構あれだね、あの、ズバッと言われる感じだね。そうだね、ズバッと言われるね、ズバッと言われる、結構なんか割と当たってる。おー、そうっす
ね。うん、ノリ面白かった。そう、やばいかった。あ、で、なんかありました。モテ度ランク2ってなって、総合的なモテ力39点。100万点中。100万点、100万点中100点中、100点中、100点中。何があった？100万点中。100万点中。うん、100点、100点中ですね。はい、あ、じゃあまあ、でもそんな悪くないじゃん。はい、平均。で、なんかそうですね、なんか平均台のピエロみたいな書いてありますね、性格種別のところに、みたいな感じですね。よかった、よかったね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。よかったよね、はい、できてね、うん。まあ、ぜひともなっちゃうのは知りたいね。でも私もツイッター、じゃあインスタか、あげちゃった。あげてるね。ストーリーじゃなかった？ストーリーかも。ストーリーか、残らん。あ、お気に入ったってことですか。じゃあまたやります。はい。